が暗室探偵のメイと申すのだ。捜査に協力してもらうのだ。え？はいはい、フルーツですよ。今日からお世話になります。実子の父。オリビア・サイレンス、元ライン生命医科学研究所のオリジニウム研究者。この世からすべて。私初めてこんな大きな移動施設に来たんで、ちょっと。静かに。内密に抜け出して。報道呼び隊 A6 カタパルト着任です。さてさて、あんたはあの僕年次。こんにちは。僕はグレイと言います。電気関係の。お客様、私に最高の笑顔を見せてくれませんか。この私がいるか。よっ、人を見る目があるな、ボス。世界で一番強い地下犬。バニラと申します。訓練生としてここで勉強させていただきます。ドクター、呼びた A6 のポッカルです。あの A6 のリピカっていうの。出かけをしてるよ。はじめまして、ドクター君。私はパフューマー。バーミル、ハンター。行動予備隊 A6 の隊長オーキッドよ。私は勝った。ただの傭兵だ。オリパシーを患ったので、ここで働く代わりに。僕の名前はプロヴァンス。ごくありふれた天才の研究者だよ。ビーグルって言います。
って言います。まあ採用テストはギリギリでしたけど。はいはい、フルーツですよ。ラバ、術師だ。暇でしょうがなかったから、なんとなくここ。はじめまして、ドクター。私はビーンストーク。今日からここで。はじめまして、ドクター。私はビーンストーク。今日からここで。石見習いのアンセルです。外科のアシスタントを担当します。よろしくお願いいたします。合言葉はペンギン帝国万歳。あんたが今回の雇い主？私のことはエクシアってよ。でしょうか。ドクターはいらっしゃいま。我が名は白雪。姫の命によりチェン殿の補佐に参。こんにちは。マスターを呼んでくる。どうしたの、顔をそんなに赤くして。ピピカっていうの。絵描きをしてるよ。行動予備隊A6 の隊長、オーキッドよ。静かに。内密に抜け出してき。あな。大将。みんなと一緒にグムたちを助けてくれたこと。私は王室探偵のメイと申すのだ。捜査に協力してもらうのだ。え？ケレボリバル国民警備隊教官ドーベルマンだ。早速だが探偵着入に行こう。行動予備隊 A6 カタパルト着任です。さてさて、あんたはあの僕ねんじ。噂に名高いロドスのドクターか。お目にかかれて光栄だ。私のことはノーシスと呼んでくれ。どうも、エイズだよ。好きなものは木。こんにちは、ドクター。私は宴。オペレーターにはまだ成り立てほやほやだけどね。内密に抜け出してき。あなたも。君が訓練場のボス？ドクターって君の名前？でも君丈夫そうに見えないぞ。スカベンジャーだ。汚い仕事は任せてくれ。山頂にその名が轟く。クリフハートとは
医療オペレーターのススーロです。ドクターは各方面に精通していて。静かに内密に抜け出してき、あなたアルカナの導きによりようやくお主とわらわの運命だ。行動呼びたい A6 カタパルト着任です。さてさて、あんたはあの僕ねんじゃ。バニラと申します。訓練生としてここで勉強。フロストリーフ、傭兵をやっていたが今はお前に命を預ける。コードネームはバインコーンです。今日からロドスで働く。ピピカっていうの。絵描きをしてるよ。医師見習いのハイビスカスです。みんなからはハイビスって呼ばれてます。今日からドクターとロドスの